マスビビでーす。今日はですね、ババーン、コカ・コーラのペットボトルを使って、コカ・コーラケーキを作ってみたいと思いまーす。実はね、コカ・コーラケーキっていうのがですね、海外のツイッターで非常に話題になってまして、実際に僕もそれを作ってみようと思って、今日は挑戦していきたいと思います。じゃじゃーん、材料はこんな感じでーす。まず、こちらですね、チョコレート。あと、ロールケーキを使ってね、今回はこのコカ・コーラケーキを作ろうと思って。あと、お好みで、ビスケットと、あと、こちらのね、ホイップクリームなんかも使ってやってみたいと思います。ではね、まずこのコーラのラベルを剥がしていきましょう。オッケー。てへってなってますけど、これ後で使います。そしてこの蓋も使うんで、これも取り外して、この部分も取り外してしまいましょう。はい。ではこれからコーラケーキを作っていくんですけど、まずここにカッターで穴を開けていきましょう。小窓みたいな形でね、チョコレートを流す部分をこのように開けていきます。よし、よし。ちょっと難しいね。こんな感じで大丈夫かな？よし。ちょ、いいね、開いてね。よし。よし、このぐらいの大きさで大丈夫かな？ちょっと。難しいですが。このぐらいの穴が開きました。で、ここからチョコレートを垂らしていきます。はい。まず第一段階、このね、6つのチョコレートをバキバキに割って、これを湯煎していきまーす。ちょっと難しそうではあるんですけど、ゴー！おー！ペットボトルの中がチョコレートまみれになっていく。はい。で、これをペットボトル内でこういう風にね、伸ばしていきます。ほらほらほら。こういう風にね。うん。チョコレートが全体に行くように。結構ね、これ全体にこう、行かせるの難しい。もう一回垂らして、下に行くように、下に行くように。一応これで基本的に全面にはつきました。ほら。で、これで一回ね、冷やします。冷凍庫に30分間封印しまーす。このようになりました。かなりね、チョコレートは固まっているんですけど、まだね、ここ薄いんですよ。なんで、もう一回チョコレートを入れて、また固めていきます。層をね、厚く、まんべんなくしていくために、こういう風にチョコを投入しまーす。ではね、ここの中にケーキを作っていきます。で、今日使うのはですね、こちらのロールケーキ。ロールケーキをちぎって入れてクリーム注入。さらにビスケットも入れるみたいな感じでちょっと作っていこうかなと思うんですが、ちぎってここの中に入れるんですが、おぉ、大胆に入れてしまった、ほら。大胆に入った。こう入れて、で、ここの周りをクリームでこうね、うん。クリームでこう、層にしていく感じですね。で、ビスケットも入ってたらさらに美味しそうなんで、こうね、ビスケットを砕いて、このように入れていきます。で、最後にここにチョコレートで、蓋をします。それで、冷やせば完成っていうことですね。はい。で、最後のこの蓋なんですけど、ハケで塗るように蓋をしていきましょう。じゃないとね、これうまく塗れないらしいんですけど、ここもしっかりやっとかないと、後でここから爆発するっていうね、こともあり得ると思うんで、よいしょ。ちょっと流し込むぐらいの勢いで。よし。はい。ということで、これでチョコの蓋ができました。ここからですね、またね、3時間ぐらいね、冷凍庫に寝かして、しっかり固めていきましょう。ペットボトルを取り除いていきたいと思います。まずは、この一番上のね、蓋をちゃんと取れるのかな？よし。蓋を取りまして、で、ここからはちっちゃいハサミで切っていきます。ここがね、一番難しいっぽいっす。こういう風に切っていけばいいのかな？カッターの方が切りやすいな。カッター最高だね。おー！ちょっとここ剥げちゃったけど、コーラだよこれ。すげーコーラだー。あと少しなんだけどどうかな。すごいすごいすごい。えい！おー !3、2、1！すっぽり！おぉー！きたー！そして、このラベルを最後にしっかりと貼り付ければ、できたー！できましたー！コカ・コーラケーキの完成でーす！やったー！結構大変だったけどできたー！すげーということで、完成したコカ・コーラケーキがこちらになります。すごいね。普通のペットボトルのジュースにしか見えないんですが、
これ中ケーキなんすよ。半端ない。いや我ながらうまくできたなと思いますね。なんかちょうど今冷えてたんですよ。で凝結してちょっと水がこう水滴がねこのチョコレートの上にこうあるかかってるんですけど、これがねまたなんかリアルさを醸し出しますね。すげえよこれ。ではですね、非常にもったいないんですけどこのコカ・コーラケーキ食べてみたいと思います。いただきます。もったいない、頑張って作ったのに。いただきます。ダメだ硬くて食えたもんじゃない。包丁でちゃんと切んなきゃダメですね。うん、包丁で切ってみよう。ではこちらのコカ・コーラケーキを切りたいと思います。いきます。 3,2,1 ゴー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 。うわうわうわもったいない。せっかく作る。うわお、どうどう、ぬぬぬぬぬ、パッカーン。いかがでしょうか。お、でも結構綺麗にこうケーキになってますよこれ。はい、ではコカコーラケーキいただきます。うん、めっちゃうまい。なんか思ってたより美味しくできますね、このコカ・コーラケーキ。ビスケット入れてるからサクサクだ。はい、ということで今日はこちらコカ・コーラケーキ作ってみました。僕でもね、作れたんで、ぜひ興味がある方は作ってみてください。うん、リアルに作れて大満足です。ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。